ハリジュンリンの空中写真画像中央上部と下方の森林にある小緑色の樹林帯がハリモミのジュンリンである。国土交通省国土画像情報をもとに作成山中のハリモミジュンリンは山梨県南鶴郡山中加古村にある日本固有種の東非属であるハリモミのジュンリンである。総本数は約3万本。国の天然記念物に指定されている。 山中の張もみ純林の一部富士山の東北6、山中湖から流れ出る桂川沿いの標高950メートル付近の平坦地に広がる張もみの林で天然記念物に指定されたエリアは数箇所にまたがり合計面積は約57ヘクタールである。山中の張もみは直径50センチから2メートル、樹高20から26メートルの高木が、 ほぼ一様の発育を遂げた純輪を形成しており、日本最大規模であると同時に、日本固有種であるので、山中の張りもみ純輪は世界で唯一の林である。1916年、日本を訪れたアメリカのハーバード大学植物学者、アーネスト・ヘンリー・ウィルソン博士により、日本国外に紹介されたことから、その価値が認められるようになり、 1963年1月18日に、国の天然記念物の指定を受けた。張りもみの破産中の張りもみは、現在の気象の大半が、樹齢、約250年ほどの一時林であるが近年、台風や山林火災などによる被害が著しく、張りもみの倒れた跡地にこなら、カエデ類の落葉樹、アケビ、ヤマブドウ等のツル植物の侵入が激しくなり、 ハリモミの再生状態が悪くなったため、侵入した落葉樹や鶴植物の除去など、純林再生に向けた検討が行われ、2001年、地元自治体の山中小村は、国から記念物指定一期のハリモミ林の払い下げを受け、保全管理が進められてきた。もともとこの純林一帯は徳川幕府の直轄地であり、少なくとも、資料の残る1773年以前より、 村民が管理し、木材討伐や山火事等の監視を続けていたが、明治初期の廃藩地県の際に国有地となっていた。前述した村への払い下げから10年後の2011年6月、巡林の一部が村民で構成される山中浅間神社、ありち入会管理組合に無症状とされることが村議会で決まり、廃藩地県から約150年ぶりに、 山中の張もみ純林は村民のものとなった。山中の張もみ純林甲府市山中の張もみ純林の位置加藤陸を他編、日本の天然記念物、講談社、1995年3月20日第印刷、P200、P202ISBN4 から06から18万589から、4、山梨の居住、名木百千山梨県林業研究会編集。 山梨日日新聞社発行2001年4月5日、初版発行、PP194 から 195ISBN48 億9710万8519、地元の宝150年ぶり村民のもとに、山梨日日新聞2011年6月24日付長官、第2版、第28面。ありがとうございます。